日本にはいろんな麺料理があります。日本の代表的な麺料理、そば。こちらはうどん。歯ごたえのある食感が特徴です。そして近年、海外からも注目が集まっているのがラーメンです。日本初のラーメン店ができたのは今から100年ほど前のことと言われています。日本人に親しみのある醤油をベースにしたラーメンは瞬く間に人気メニューになりました。その後、ラーメンはこの100年で実に多彩な進化を遂げてきました。東京駅の地下のショッピングモールには日本の代表的なラーメンが楽しめる通りがあります。こちらは味噌ラーメン。和食の伝統的な材料、味噌を溶かして作るラーメンで、濃厚なコクを味わうことができます。こちらは塩ラーメン。主に海産物から出汁を取り、豊かな風味を楽しむことができます。またこちらは動物の骨から出汁を取ったラーメン。後から紅生姜や辛味噌で自分好みの味にアレンジすることができます。日本のラーメンはもはや一言でくくれないほど多種多様な広がりを見せています。連日行列ができるこのラーメン店、実はこのお店3年連続でミシュランガイド東京で一つ星の評価です。店主の山本敦さん、ラーメンを作り始めて20年のベテランです。やっぱりそのオンリーワンでないと気が済まない部分があって、そう、僕にしかできない味作りの中でお客さんが喜んでくれる味っていうのを常に求めて、今まで改良してきた。お店の定番メニューは塩ラーメン。スープはマダイとハマグリから出汁を取っています。さらに山本さんはこのスープに意外な食材を入れます。一つは高級食材トリュフ、もう一つはイタリア料理に使うキノコポルチーニです。西洋の食材を巧みに取り込み、今までのラーメンにはなかった味のハーモニーを生み出しました。さらに麺にもこだわり抜きます。6種類の小麦粉をブレンドし、このスープに合う歯ごたえを追求してきました。うちでしか食べられないラーメンを世界中の方々に食べていただいて、もっと勉強して できるだけその世界の人たちに受け入れてもらいたいと思います。山本さんのラーメンは国境を越え海外でも絶賛されています。ラーメンの多くは豚肉を使いますが、ハラール処理を施すラーメン店も増えています。美味しいです。全部食べました。店長は来日35年目のムジャヘッド・ジャハンギールさん。ハラールだけではなく、ラーメンの美味しさにも注目してほしいと言います。世界の人々が誰でも食べれるっていうことですよね。豚由来のものをなくすわけだから、その分何で補えるかを考えた上でハラール作ればもう普通に美味しいものができるんですよ。これから先その、日本の方々や世界の人々にハラールを食べさせていきたいなと、広げていきたいですよ。まだまだ終わらない美味しさの追求、作り手の思いを乗せたラーメンが世界へと広がっていきます。